家でやって、ほんで仕事でもやるでしょ？日本海側で台風が発生して、この雨と風で帰れるわけないじゃんって。お前らが学校あるって言ってしまったがゆえにもう、迎え来れないっすわっていう。3年前ぐらいの大雨かなんかで、でも仕事もできないのに休みにならない。大雨だけど会社は休みにすることができないから、今日は仕事行って。ただ、俺は、渋滞ハマっちゃって、今日はもう会社来れないから、つって、クソ上司は、クソ上司だけが休んで、あとは全部とかにやらせやがった。ポケモンレジェンズ、アルセウス。あ、これ、なんだっけ。これあれじゃねえの？ノズパスの進化系だよね。知ってる知ってる。うん、知ってるから。これはピッピ。コロコロの漫画の主人公。ああ、ね、メガヤンマ。知ってんだわ。俺とポケモン知ってんだ。ポケモンのことなら何でも聞いてほしいぐらいまである。あそこにいるぞ。君は、誰だ？君の名は？知ってるよ。のぼりだろ。いや、知ってんだなぁ、俺、ポケモンって。洞窟キングの丸マインですが、私が記憶する丸マインとは、少し様子が違っているようです。ですが、電撃を放つのは同じ迂闊に近づくのが危ないのです。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいのかもしれません。そんないないです。まあ、アラブルはイライラするわと、ポケモンもいろいろ大変です。誰？そう、大変なのです。ポケモンも人も生きていくのは。なんか前回言いましたね。真珠団キャプテンのぼり、それと銀河団の馬の骨。大いなる洞窟キング丸前に会おうとは、なんと大それたことを。だがこの椿、心優しい男でね、会う資格あるかどうか、確かめてあげるとしましょう。最大級の妨害をもってしてね。ただの害悪なんだが。では、私についてきてください。あまり離れないでください。はい、すいませんでした。おぼろきですが、私には大事なパートナーがいた記憶がございます。知らない、それ。俺、ポケモン知らないから。名前は思い出せないのですが、炎を使うポケモンだったようです。今いてくれればこのような暗い道も照らし、いざなってくれたはず。はい。そういえば、私に似たとこがいて、ポケモンの話は勝負をしていたような。上まで。いろんなことができるのね。わお、シュッとしてるね。にゃりん。鳴き声かわいい。文字に起こすと。ファミチキ様、大ニューラです。届いた。大ニューラはファミチキの旋律を心に刻み込んだ。猛毒プレート。随分まがまがしいものを持ってるな。されど、私の案内はここまでとなります。大ニューラと共にが今日登り山の上にいるキングを沈めてください。なかなかいいね、大ニューラデザイン。オス？メス？どっちかで、なんか、妄想が膨らむぜ。大ニューラ。わーお。あ、そう、カゴの中、わー、目が。つまり、ねずこってこと？できることが増えると楽しくなるなぁ、ゲームってのは。ゲームに限らずか。ただ仕事においてできることが増えるときついことが増えるね。やらなきゃいけないが増えるから。無謀にも丸前に挑むのかい？イエス。
無謀の勇気は認める。いいかい。マルマイに相対するなら止まることは死を意味するからよ。止まらなければいい。止まるんじゃねえぞ。ミカ。わ、いっぱいボールだ。ビリリ玉だ。わお。いいフォルム。それはもう、ほぼ金の玉じゃねえか。いい感じじゃない。うおー、ちょっと待って、エレブ、え？エレキッド、エレブ、わからん。あいつなんなん？俺ポイント知らねえからわかんねえ。神父様とやらは何故キングたちを荒ぶらせる？何か怒っているのか、それとも人とポケモンの仲を裂こうというのか。ポケモンの考えることなど人にはわからぬ。そもそも時空の責めとは何だ？なぜ開いたのだこいつ。質問ばっかしやがって。自分でチッター考えろ、ボケ。うん、くたびれたであろう。今ずる手にて影響を得しない。無名には伝えてある。最高の今持ちを振る舞えと。どうも。でも、私毎日今持ち食ってんすよね。今持ち以外が食いてんすわ。団長、なんとかしてくれません？もっと、なんかこう、ステーキとか。お寿司とか。団長頼ますよ。さて、残るキングは、純白の凍土にいるクレベース。恋によれば最大級のキングということだな。最後のキング、クレベースを沈め、あ、次で最後なんだ。さすれば時空の叫びも何かしらの変化を見せるかもしれぬな。はい。真珠だ、もちろん。高校団、銀河団で解決して、明るい未来を迎えようとしようぜ。冷たい純白の外で待ってるよ。どれだけ金庫を沈めようとも、空から落ちてきた怪しいお前を、疑う人間は少なからずいる。信頼を得るため、己の正義を行動で示せ。ここまでやって疑われてもな。もうなんか、諦めるしかないとか。キャあら。あ。ケイチ、テレポートでケムスを外に出して。わあ、あっけからんと。キムス嫌いな。次なる調査対象のエリアは純白の凍土。翡翠地方で最も過酷にして、苛烈な自然環境。純白の凍土を調査できるものは、君だけと言っても過言ではない。でも、ちょっとあざといかな。ちょっと急に、そんなん出されてもな。命令する。任務を完遂しろ。今はちょっとあざとかく。